すけさんありがとうございます。20世紀ともっちゃん、ひろしさん、まさひろさん、ありがとうございます。許して、何のことですか、どちら様ですかよく眠れましたか。ちょっと雨のせいもあってかテンション上がらないんですよね。昼夜逆転、昼夜逆転本当にするとしたらもうずっと寝とかんといかんかったよね本当は。でもそうではない、さすがに急には無理なんで。そうですね、明日ね、あのバスツアーなんですけど、岡山の。ちょっと天気的に大丈夫なのかなっていう。そう、女子みんな湿気嫌だろうなと思って、そう。ね、昼前行ったことないけどあんま分からんけど、前めっちゃ前に田中美穂と
福山、福山じゃない、福山、ミルクファームみたいなとこ行った時もなんかちょいちょい雨だったんですよ。そう、ちょいちょい雨で、その時まあね、牧場みたいなとこなんていうの、そういう場所ってさ、雨とか天気悪かったらね、ちょっと映えが半減しちゃうから。明日はめっちゃ楽しみではあるんですけどね、天気問題以外は。ただもう晴れてくれとは言わないので、大雨だけはやめてくれって感じ。そう、晴れとったらね、めっちゃ景色良いみたいな感じだと思うんですけど、ラジオ終わって1時間ぐらいで家を出ないといけないから、きっと寝れはしないかな。今日多分ラジオを押してる気がするんですよね。多分ね、だいぶ押してる。24、25、26だから2時15ってなったら、まあ、言うてか1時間弱。そうか、なんか26時って聞いたらさ、めっちゃ遅い時間やんと思ったけど、言うて元が25時半からやけん、そうでもないんか。そうでもない。2時間仮眠します。そうしてください。ナラブさん、短冊と結婚してギフトありがとうございます。赤色サンタさん、めちゃかわいいギフト。ヤジウマさん、会いたいギフト。タスさん、スマイルさん、サナコさん、ありがとうございます。さあ、バス酔いはねしないんで、乗り物酔いみたいなの基本的に大丈夫なので、
問題ないんですけど。って感じですね。セリアさん星？ありがとうございます。あ、ゆうちゃん。なにこれ？織姫？織姫タワー？ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。お腹すいたし、でもって感じやし、てかちなみにこの配信は12時までできません。ちょっとね、もうそろそろ終わらないといけません。土曜日かーって感じ。なんか土曜日かーって感じ。この時間。でもまあラジオの時ってお腹空いたなと思ってもなんだかんだ打ち合わせと本番とあって、まあラジオ中は食べないしってなったら、気づいたらお腹空いとっても気づいたら朝にはなってるんですけど、スタジオの時とかやったら余計あれやけど、家におると余計お腹が空くけど、もう雨だしこの時間だし買いに行こうとも思わないしってなる。食べ過ぎたらさ眠くなるし。ゆうちゃんありがとう。ありがとう。まあもうそろそろ話したいことはまあありますが、もうそろそろ終わらなくてはならないので、
終わりたいと思います。ラジオはちょっと押してるみたいなので、まあ聞いてくれる方も寝てください寝てください。私はちょっと打ち合わせなどその他もろもろがあるんでね。いきたいと思います。それでは明日が、明日の岡山が雨ではないよう祈っておきます。セディアさん、アイスありがとうございます。スケさん、ありがとうございます。ランキングを読みたいと思います。48位、愛鷹さん。24位、タネさん。13位、奥駅さん。12位、ヤバッタンさん。11位、スケさん。10位、タッさん。9位は飛ばして、8位、シマンチさん。7位、井上義弘さん。6位、ビルスさん。5位、ヤジウマさん。4位、セディアさん。3位、赤色サンタさん。2位、ナラブさん。1位、ゆうちゃん。ありがとうございました。それではね、終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。